土地取引などの基準となる今年の地価調査の結果が発表されました全用途の地価の平均変動率は16年ぶりに上昇に転じましたこれは県が今年7月1日時点で県内384地点を調査したものですそれによりますと県内の地価は すべての用途の平均変動率は2022年まで14年連続で下落去年は横ばいだったものが今年は16年ぶりに上昇に転じました要因としては住宅地・商業地を含め駅と保険や市街地中心部などで需要が多く地価が上昇したことや工業地でも需要が伸びたことなどが挙げられます 用途別で見ると住宅地はマイナス0.2%で下落幅は縮小したものの16年連続の下落商業地はプラス1%と去年より上昇幅が拡大しました工業地はプラス3.7%とこちらも上昇幅が拡大していますなお県内の最高価格は5年連続 JR 草津駅前の草津市王子1の10の1で1平方メートルあたり44万3000円と去年より3.5%上がっています2028年に安市内に開校を予定している県立高等専門学校の初代校長に京都大学元理事の北村孝之氏が就任することになりました 北村隆之氏は京都市生まれの69歳で京都大学工学部卒業を、京都大学大学院工学研究科修士課程を修了後、アメリカ航空宇宙局 NASA の研究員や京都大学の名誉教授、理事、副学長を歴任しました。県県は、年4月に滋賀ととしてて初めてとなる 県立高等専門学校を安市に新設・開校を目指していますその初代校長に内定した北村氏の専門は機械工学で目指す学校のコンセプトについてエンジニア人生の基礎となる教育を掲げています高専というのはエンジニアになって世間にというか社会に貢献してもらうというそういう人たちを育てるところですので 幸福なエンジニア人生を送ってほしいなと一番思うだろうと思いました北村氏は今後、開港までの期間非常勤の県の顧問として県立高専総合ディレクターに就任し準備業務に従事するとしています滋賀ふるさと観光大使の西川貴則さんをアンバサダーに起用した 県の観光キャンペーンが今週の21日から始まります。滋賀県観光キャンペーン、「いこうぜ滋賀琵琶湖!」は、この秋の観光シーズンから県が観光客を呼び込むプロモーションを展開するものです。事業の内容は、今週21日土曜日、22日日曜日に草津市の唐津間半島で開かれる 稲妻ロックフェス2024で滋賀の観光ブースを設置するほか主人公が近江神宮で開かれるカルタ競技の全国大会を目指す漫画、千早やフルと JR 西日本とのコラボ企画、千早やフル滋賀鉄旅デジタルスタンプラリーなど全国のファンと滋賀県の観光を結びつける企画が用意されています。こののキャンンンペーーアンバサダーには 滋賀ふるさと観光大使の西川貴教さんを起用 PR 動画やガイドブックには西川さんが琵琶湖を背景に指揮者として滋賀県の魅力的な観光素材を総合的にまとめ上げ全国に発信していくことがイメージされていますどれだけ来られてるのか来られてないのかどこに行かれてるのか何をされているのかなどなどさまざまなデータを、まあ、途中段階で 収集、また共有させていただいて、今後の観光促進にもつなげていこうとキャンペーンは、今週21日土曜日から来年10月31日まで展開され、県内外のデジタルサイネージなどに、ポスターや動画が公開されますこれまで町内2か所の庁舎で業務を行ってきた愛商町。 今日かららはそれれの機能が越川庁舎一箇所に集約されました2006年、越川町と旗省庁が合併してできた愛省庁では、これまで直線距離でおよそ3キロ、車でおよそ10分かかる元の町役場をそれぞれ庁舎として活用してきました。 町では、行政機能を最適化するため、4年前に住民や学識者らによる検討委員会を立ち上げ、一つの庁舎への機能集約を進めてきました。その結果、今日から、越川庁舎を本庁舎とし、これまで旗所庁舎に置かれていた教育振興課や商工観光課など、すべての課の窓口業務を越川庁舎に集約しました。 これに伴い、司書となる幡省庁舎には、スタッフ7人によるサービス室が置かれ、地域の身近な要望に対応すす。るとしていま合併の,の時に目指した、より効率的な行政であってほしいという思いに、やっと形を、まあ、あの皆さんとともに作ることができたと。愛省庁では、庁舎機能が集約されたことで、 今後、災害などの際、町としての意思決定の効率化、対応の迅速化が期待できるほか、光熱費などの節約で、年間およそ6000万円の経費削減が見込めるとしています。草津市のの児童がきょう学校の敷地内にある田んぼで稲刈りを体験しましまた。 稲刈り体験をしたのは草津小学校の五年生児童およそ120人です。草津小学校では米作りを通じて食の大切さを学んでもらおうと、校庭の一角およそ60平方メートルを田んぼにし、稲の作付けを行っています。児童たちが春に植えた稲は、穂が見事に垂れ下がり、今が収穫の時期。 鎌を手に、地域のボランティアの指導を受けながら、一株ずつ刈り取っていきます。ほとんどの児童が稲刈りは初めてで、慣れない作業に悪戦苦闘しつつも。笑顔で収穫していきました。いや、あの、したことなかったです。え、楽しかったです。楽しかったです。あの、少しでも体験してですね。あの、米作り中のが、あ、こんな。 あの、いろいろ視線にならんのやな。ということを分かってもらえたら嬉しいなと思ってやっております。米は早速脱穀され、26キロの収穫量になったということです。収穫した米は精米された後、児童たちが持ち帰るということです。